はい、あれ、サクスペやっていきます、よろしくお願いしますということで今日は、ね、遅くなっちゃったんですが、飛距離くんの特攻を作っていきたいと、思います。はい、で、ね、ミートを114にしてパワーは102になっちゃうんですけど、はい、これで、新アーチ取る、まあ、なんでボス倒さなくても、まあ、一応取れる、まあ、被っちゃったりとかねしても一応取れるっていう、まあ、ローリング欲しくて3本末入れてます。で、まあ、アーチとローリング両方取れるので、まあ、飛距離くんは結構いいのかなっていうところと、まあ、104で、まあ、112になるで、大和田くんで広角砲とミート上限なので、これで114って感じですね。はい、でなんか1000丸来ちゃったんでね、困ったわ。不眠症どうするか。オッケー、千丸来ちゃったんでいら全くいらないですけど、ガチで来てくれって感じなんですけど、まあもう打撃明け、まあ、打撃守備かな。筋力はね勝手に入るんで、まあ開けていいんですけど、全然一番欲しいのは技術ですね。でもミートとパワーだけとりあえず上げれば OK なので、まあ、あんまシビアに考えずに、うん、とりあえず上限詰めるような編成をしとけばいいのかなと思います。はい、でまあ、あとは PG ランクまでなってると思うので、あの 5万ちょいかっていう戦力のあれだけちょっと意識してやる感じになると思います。はい、でまあ進むとあんこちゃんいるかどうかで作る人数変わってくると思うので、そうですね、またその持ってない人は、よりそのな何戦力の意識が必要になると思うんですけど、俺の場合は一応両方いるので、今回はね奇跡的に両方いたので、まあ普通に強い選手も入れれてるんで、8万ぐらいで収まっちゃったかな。もう一応ボーナスマックスまでは作り終わったっていうか、前作ったやつをそのまま入れたらボーナスは足りたので、まあ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 、それで、まあ、8万3000とかぐらいだった気がするんだけど、うん、まあ、だから10万とか全然超えちゃってる人は、そんなに戦力気にしないで大丈夫とは思います。意外と来ないんだよね練習が。北斗ってやっぱ違う得意練習絡まないと引かんないので、3人だと多いのかもね。でね、ボスは倒せたら倒したいけど、倒さなくても大丈夫です、まあ、点数欲しいんでね、点数集めで倒すのは全然いいんですけど、まあ、あとあれですね、ボーナスが足りない人、ボーナスが足りない人 2.5 以上はいかないっぽいので、どうやってもあの進むとかがいようがいなかろうが、作る人数を少なく済ませられるっていうだけな感じっぽいので、
特攻めちゃくちゃ作れば同じボーナスまでは持っていけるのかな。ちょっと計算してみないと分かんないんですけど、そういう感じみたいなので、多分ね、アンドロでも全然いいし、あとどこだろうね、フリートでもちょっとガード多くなっちゃうから点数バランス微妙なんですけど、クロスナインでも、フリートでも、まあ、アスレはまあ彼女キャラ1人は入れたいので、まあ、ちょっと編成は変わると思うんですけど、とかで、前回俺パワーコーでローリングつけたくてやってたっぽいので、全然なんか最近の今来てる強化高校とかでも、まあ名教とかでもいけそうな気するし、遊べるっていうか、作れるは作れる感じだと思います。まあそんなにその基準が高くないので、とりあえず上限さえつけて、あとは飛距離出せるように能力をね上げていければいいって感じだと思うので、ほんとそんぐらいっぽいです。ポイントバランス変わるな。でも守備開けると光りやすくなった気がする、さっきより。さっきね打撃と筋力開けてたんですけど、なんか全然光んなくて、あ、広角砲ピンチ、あとイベントが完走しないね。マイイベがちょっとこのデッキだとやばいんで、誰だろう、まあ、サガとかはまあこういうの向いてるかなと思いますけど、俺なんかちょいちょい持ってないキャラいるので、おお、さっきこういうの全然来なかった。カンパチはもう思いっきり金特かぶってるんで、ただ、ほんとただ、ミート上限つけたいっていうだけのキャラなんで、まあ、切っちゃっていいですね。それで乾燥しないのが、怖いので。だいぶ早めに上げれてる気がする。おお、すごい、さっきこんなんなかったじゃねえかよやっぱハマるハマんないはやっぱあるかな、こんなクソデッキでも。ガチで組んでるわけデッキじゃないからさ、いやこれもしかして大してハマんねえんじゃねえみたいな、もう前提として感じではいたので、共通点、あ、てか やばいなこれさ、ボス倒しに行きたかったんだけどさ、ボス倒しに来たんだけど、まあ、被ってもいいんで、まあいっか被ってもまだ3本松がいるので、だから七井くん切ってあげちゃってもいいかもしんない、これだったら。あのイベント完走しない不安があるからね。
もう金徳は三本松に任せてっていう方法もまあなきにしもあらずかな。全然光らんやないかい。降格法セーフ、ありがとうございます。ボンサーマーズシフト、これ序盤来ると強いんだよね。まあ成功失敗あるけど、チームメイト評価が結構上がるんで。おわ、助かった。ナイスモブ。おいおい、ミートを下げるな。ミートを下げるな。人数を増やすな。カメラを止めるな。はい、ミートが107になりました。さけし、上限突破解除しないでくるんだよね。やらかし。パワープロってほんとこういうのが嫌なんですよ。風を味方にして、うん、でカンパ地味に回復多いのは助かるわ。精神と敏捷はもう使わないので、ありがとう。あ、こっち側。しかもありがとう言っちゃダメなの。ファースト作っ、まあ、ファースト限定だけど。はい。まあ、ここまででまあとりあえずは全然 OK なので。てかあれだな、アーチ取っとかないと被るわ。被ったわ。案の定か、危なかった。77イクンがいるけど、これ危険だから。雑魚守備、でこれはホームランボール取ると。ホームランボールあればど真ん中に来やすくはなるので、まあいい金徳ですよ。でローリング取ったかな。いや、ローリングくれるまともなキャラがまあ来てくれただけでもありがたい。でどうしよう。もうほんと筋力技術だけ欲しいな。倒すの全然忘れてた。まあ光んなかったら行くか。体力ないけど。か強い。でも筋力いらないっていらないか。
何がいるんだろう。いやだからお前さ怪我しすぎな。お回復。あれ新アーチ新広角取った、ホームランボール取った。七井くんもいらないのか。まあでも来た。チャンスボールナイス。ナイス回復。ただ練習コーナーいい。休む。応援する。あーなるほどね、先に金徳関係来てくれた。運が良かったということですね。めちゃめちゃイケてる。惜しかった。なんかこういうのばっか残ってるから、やっぱ先にイベが来てくれた。最低限は取ったかな。まあ打撃系ですね、取るとしたら。その飛距離伸びるとか。の特能だけ取れればいいかなと思っております。これはさよなら。光らんぞ。やべん、せーでかまい名前を把握してない。粘り打ち、固め打ち、初球、さよならはな、そんな場面ないだろうな。アウト。印象が余る。一層守備移動いらない人。まあさすがに千丸あると余裕あるとは思うんですけど、全然盆栽で大丈夫です。まあ、あとサブポジあると助かるっちゃ助かるかな。どのポジションでも使えれるようにしとけば、まあ勝手が効くというかっていうのはあるんで、今海岸だもんね。全然点数は必要ない。
どうしよう、攻めるべきか否か。守る。ボス多分無理だわ。なんか取った方がいいのあるか。ハイエースぐらい。まあ、チャンボはいるでしょう。ホームランボールね。どうしよう、なんか違うの。まあ、いっかなんか次やなんか来ないような気がしたから、一応打撃に影響はあるということで、進むの金徳両方取れた時の感じね。内筆後筆その辺が取れると嬉しかったです、ね、さあ次の投球さあ同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で共井打った初球打ち抜けた北斗同点同点で迎える7回です。ノーアウトランナー一塁という場面で共井今日3打点を挙げています。投げた。おお。ショートライナー。同点で迎える9回。負けてもいいよ。ランナーなしという場面で、ともい一発に期待。打ったこれは強烈。いった。入っちゃった。北斗。眉毛。ミスター眉毛どうしよう、やめておけ、やめておけ。なのでとりあえず最低限取ったね。しょうがないからな。ハゲタッカー一番いらんの来た一番いらんの来た。盗塁失敗しにくくなる。盗塁せんからなこいつ。あストライクいっぱい投げてくれな。いいじゃん。オッケー、それはそれはよ、いいやつだった。あんまよく知らなかった。盗塁つけとか北斗追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面。ああ初球を打った取りました。ボールは中継北斗。そう、立川伸びがあるから、伸び重い球のせいで球遅いのになんか食い込んでくるっていう。6回の裏北斗攻撃に入ります。すごいよ。ともい今日これはいい当たりだ。いった入った入った。だから変化球打った方が楽っちゃ楽。北斗攻撃に入ります。トップバッターはともい今日4打点を挙げています。第2球
これはバットの根元ヒットになります。後半全然何にも来なかったな。あ、そしてミート上げきってない。危ない。怪我したからだ。あ、そいつ。まあ、で、こういうキャラ今後も使えるからね。作っておくといいと思います。年に1回しかやってないのかな、これもしかして。年末やってたっけ。2回の裏1点を追いかけます。北斗攻撃に入ります。先頭バッターはともい。インローボール。投球これから2球目。あーっと入れば同点だ。いった入った入った。北斗追加点のチャンスです。ノーアウトランナー1塁3塁という場面でともい。1塁牽制タッチはセーフ。投げた危ない球。投げた打ちました。これはいい当たり。打球5回の裏北斗攻撃に入ります。この回のトップバッターはともい。今日4打点を挙げています。初球打ち引っ張ったスタンドに入りました。ファール。投げた高めボール球。石黒取りました。北斗リードで迎える7回です。今日2本のホームランを放っているともい。初球引っ張ったスタンドに入りました。ファール。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。インコース引っ張った。スタンドに入りました。タイミング合わない。追い込んで投げました。うわー引っ張った。バット取れない。ともいナイスバッティング。ホップはじめてのメンタル。はい、どうしよう。あげたね、あげたね、あげたね。何あげたらいいんだろうと。耐性とかもいらないもんな。耐エース。追い打ち。あ、挑発取ってねえのか。後で取ろう。お待たせいたしました。2回の裏北斗攻撃に入ります。この回の先頭バッターはともい。ボール。第2球投げました。直球ストライク。インローへ。投球はこれから3球目。きたー。いったー。さすが。4回の裏64もあればだいぶ。この回のトップバッターは何ロックオン機能ついてるか。第2球投げました。打ったこれは強烈。いったー。入った入った。北斗勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー2塁3塁という場面でともい。初球から打ってた。掴んでこれで3アウト。8回の裏北斗攻撃に入ります。トップバッターはともい。今日2打点を挙げ打ったこれはいい当たり。まあだいぶ余裕はあるかな。センスだけど。
満塁結局切っちゃったからあれだね。挑発、あ、初撃もね結構強いんだよね。また余ってるからこの辺でいくか。うん、まあストレートキラーとかなんかその辺取れたらよかったけど。ワールドクラス、ワールドクラス、ワールドクラス、お疲れ様です、うん、フォームこれじゃないと思うけどね。許して、これは立花秀夫ではなく友井くんです。はい、でまあこんな感じでいければいいのかな。まあ、上限やっぱがボーナスに影響するので、まあ、そこ最優先って感じで、まあ、あとは、まあ、つけれるものつけていく感じでやるとやりやすいのかなっていうふうに思います。はい、以上です。まあ、俺はアーチストと広角砲とローリングを、まあ、絶対欲しいなっていうところで感じですね。で、まあ、組んでたらまあホームランボールとかも取れましたっていう感じです。はい、以上、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。何人作ったらいけたかな、一応見ていこう。でね、失敗してんのとかも全然入れちゃってるので、俺。今、オーダーが、こんな感じになってるんですけど。で、ベンチで固めちゃってます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。はい、まあ、一応打撃特化にはしてあるんですけど、ベンチに入れちゃってるので、まあ打つのはこいつらだよっていう。パワー上限あるやつの方がいいかな。って感じにはなっちゃってます。はい、で能力もまあこいつ114か、112とか、これ、ね、波動で作ってたりとか、パワー光で作ってたりとか、これ去年かな、多分作ったやつなので、去年なんで、まあ、引っ張りやローリングとかになってますね。はい。って感じなので、まあ全然、あ、でも進むとかいないと、進むは、うん、まあ、あんこちゃんはまあギリ助かると思うんですけど、進むとかがいないとミートの上限、上げれるやつが七井くんと、カンパチぐらいしか、4いないので、まあ、結構そこが組むの大変かなって感じです。はい、でまあ、2.5 以上は伸びないので、いかに特攻がいようとも、特攻いない状態だとどのくらい、まあ、全員作んなきゃいけないですけどね、うん、どのくらいだか分かんないんですけど、今7万8000とかなので、うーん、どうなんだろうね。はい、まあ、ちょっと、うーん、まあでも SR は最低でもいないと、その 2.5 は届かない可能性が、戦力が足りなくなる可能性があるので、うん、まあ、そこですかね。はい、って感じだとは思いますが、はい、まあ、長期間あるし、まあ、結構ここ頑張っとくと、その次の飛距離くんまでのアイテム具合が、はい、だいぶ変わってくるので、はい、できるだけやっておくといいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。はい、皆さんピースの一日をお過ごしください。バイバイ。